日本ラグビーフットボール選手権大会は日本ラグビー協会などが主催するラグビーユニオンの全国大会である。秋から初春にかけて行われる日本のラグビーシーズンの締めくくりとなるラグビー日本一を決める選手権試合である。長きにわたって社会人チーム代表と大学チーム代表が対戦する形式で行われてきたが1997年度の 第35回大会以降は、社会人と大学が参加するトーナメント形式となり、さらに2017年度の第55回大会からは、トップリーグの順位決定トーナメントを兼ねて行われることになり、大学チームの参加がなくなった。出場枠は2018年から2019年シーズンの、もの1960年から61年シーズンに、日本協会招待。 NHK 杯争脱ラグビー大会として開催されたのが当大会のルーツである。NHK 杯が行われるきっかけとなったのは、1948年度より全国社会人ラグビーフットボール大会が行われていたものの、当時、社会人ラグビーは関係者以外はほとんど関心が寄せられていなかったという背景があった。一方、大学ラグビーも、 全国制覇を決する大会としては、対抗戦形式による、東大学生ラグビーフットボール大抗王座決定、戦が行われており、第二次世界大戦前後においては人気を博していたが、昭和30年代に入ると、第二次世界大戦前より強豪だった大学と、同大戦後に対等してきた大学との間における、対抗戦が設けられていなかったという制度上の問題に起因して、 苦戦につき優勝チームなしというケースが続発したことから、社会人ラグビーほどではないにせよ、こちらも人気低迷にあえいでいた。そこで、当時としては夢の対戦とも言うべき、社会人の王者と学生の王者が対戦する機会を、設ける大会を行うことになり、1961年1月29日、秩父宮ラグビー場で、 1> 第1回の NHK 杯が開催されることになった。社会人側は前日の通り、全国社会人大会優勝チームが自動的に出場したが、学生側は前日の通り、当時は優勝該当チームなしという年度が続発したことにより、秩父の宮で開催された1960年度及び1962年度は、関東大学ラグビー対抗戦の優勝チームが出場した。 一方、花園ラグビー場で開催された1961年度は、関西大学ラグビーフットボールリーグの優勝チームである同志社大学が関東対抗戦の優勝チームである慶応大学を東西対抗ラグビーで破って出場を果たした。1964年2月8日、日本協会と関東ラグビーフットボール協会は、1964年度の シーズンよりトーナメント方式による全国大学ラグビーフットボール選手権大会を開始すると表明し、東西対抗ラグビーは1963年度限りで廃止されることになった。そんな中、日本一決定戦システムの NHK 杯も招待制による方式を改めることになり、1964年3月20日と22日の2日間の日程で、 真の日本一を決するべく、全国社会人大会優勝の八幡製鉄、同2位の近鉄、関東大学優秀校の法政大学、関西大学優秀校の同志社大学の4チームが参加して、第1回の党大会が花園で開催されることになった。第1回の大会では、1回戦で八幡製鉄を破った同志社が、同じく法政を破った近鉄を下し、 初代あたり大会優勝チームとなった。翌1964年度の秩父宮開催より、大学側の代表チームは、同年度より開始された大学選手権の優勝チームが出場することになったため、社会人側の代表チームも、全国社会人大会の優勝チームだけが出場することになり、以後しばらく、大学と社会人の各優勝チームによって争われることになった。 また、同年度より、毎年1月15日の開催となったことから、以後しばらく、成人の日の風物詩の一つとなった。その後、1965年度、1968年度、1973年度における、花園開催以外は、秩父の宮で開催されてきたが、1975年1月15日の開催については、秩父の宮の改修工事のため、 国立競技場で大体開催されることになった。そして国立で開催された同年度の大会が当時6万人収容だった同競技場を満員で埋め尽くしたことを背景に同年度以後しばらく国立競技場での開催となった。この時代に新日本製鉄釜石及び神戸製鋼がそれぞれ7連覇を達成し大会史上に名を刻んだ。 しかし、昭和40年代まではきっ抗していた、社会人と大学のチーム力の差が、上記の新日鉄構えし、神戸成功の7連覇の影響で一気に拡大。そして、1月15日の固定開催としては、最後となった、神戸成功が7連覇を達成した1995年の試合では、大東文化大学が14の102と惨敗したため、 もはや社会人 VS 大学によるワンマッチだけではラグビー日本一の称号に値しないという声がラグビー関係者の中から紛失した。そして1997年2月11日に行われた一戦をもって社会人対大学によるワンマッチシステムは幕を閉じることになった。1997年から1998年シーズンから 出場枠を一部拡大し、社会人の上位3チームと大学の上位2チームの後、チームで争われ、1998から1999年シーズン2002年から2003年シーズンは、社会人、大学とも、ベスト4のチームに出場資格が与えられた。2003年から2004年シーズンからはさらに拡大し、トップリーグの上位8チーム、 大学選手権2次予選リーグの上位6チームをはじめ22チームが出場できるようになり、クラブチームにも出場枠が与えられた。当初、ラグビージャパンカップという名称が使用される予定だったが、その後、日本選手権の名称を引き続いて使用することになった。しかし、開催費用と参加チームの財政的、時間的負担が多くなったことから、2004年から2005年シーズンから、 レギュレーションを再び変更し8チームによるトーナメントで開催することになった。出場資格は以下の通り。トップリーグ枠はリーグ戦の原則上位3チームであるがリーグ戦上位3チームのいずれかがマイクロソフトカップに優勝した場合にはトップリーグ4位のチームが繰り上げ出場の権利を得る。同一チームがトップリーグとマイクロソフトカップの2巻を制した場合は トップリーグ2位のチームがマイクロソフトカップ優勝枠扱いで出場できる。これによりトーナメントの方式も一部変更され、準決勝までは4チームずつのステップラダー方式を取り入れる。2006年から2007年シーズンからはマイクロソフトカップがトップリーグ4強によるプレイオフとなり、その4チームがそのまま日本選手権にも出場することになった。 2008年から2009年シーズンはトップリーグの枠が拡大され6位まで出場可能となった。そのためトップリーグ3位から6位のチームも1回戦から出場することとなり、それぞれトップリーグ勢同士で1回戦を戦う。なお、 2009から2010シーズン以降は2008から2009シーズン同様6チーム出場となるが、マイクロソフトカップ進出4チーム以外は5位から12位のチームが出場する日本選手権出場決定トーナメントの勝者にチームが出場するように変更となった。2013年から2014年シーズンは全国クラブ選手権優勝チームと入れ替え戦。 トップチャレンジシリーズの1位プレイオフで優勝したチームの出場権がなくなり、その分大学の枠が拡大され、全国大学選手権のベスト4チームまで出場可能となった。また2014年から2015年シーズンは国立競技場が改修工事中だったため、久しぶりに秩父の宮で決勝が行われた。2015年から2016年シーズンは2015年、 ワールドカップ、日本チームのスーパーラグビー参戦などで、従来の大会方式での開催が難しくなったため、19期ぶりに、社会人対大学によるワンマッチシステムで行われた。2016年から2017年シーズンは、出場枠が大幅に縮小され、トップリーグの上位3チームと、大学選手権の優勝チームの4チームで争われることになった。 2017年から2018年シーズン以降の開催方式については2019年ワールドカップに向けた代表チーム強化を優先することを目的にスーパーラグビーやトップリーグをはじめとした国内各カテゴリーの開催スケジュールの調整を図ることから2017年1月18日に行われた日本ラグビー協会理事会において2017年から2018年シーズン および2018年から2019年シーズンの日本選手権の大学チーム出場枠が撤廃されることが正式に決まった。この決定により、次シーズンからはトップリーグ上位4チームによるリーグ順位決定トーナメントと統合する形で日本選手権が開催されることとなった。なお、2019年以降の大学枠復活については、現段階では、 その可能性は低いため、大学生選手がトップリーグにも所属してプレーできる二重登録を行うことで、大学在籍のまま日本選手権へ出場できるようにするなどを検討するとしている。2020年4月2日、日本ラグビー協会は5月23日と5月30日に開催予定の第57回日本ラグビーフットボール選手権大会の中止を決定。 新型コロナウイルスによる影響の拡大で大会を開催する担保ができないこと、大会に臨む十分な準備ができないことを考慮し、開催の中止を決定した。第56回終了時点。あいうえを順に表記。ワールドは2009年に6校へ吸収統合される形で消滅している。コカ・コーラは2021年で活動終了。日大は 日本選手権に継承される NHK 杯のみの出場。1960年度から2016年度まで、延べ97試合が行われ、学生の14勝82敗1引き分けである。そのうち学生が日本一となったのが9回、また2003年度のトップリーグ創設以降に学生がトップリーグチームを退けたのが2回となっている。 大会を共催する NHK の総合テレビにて1回戦以降の試合を生中継及び録画中継している。かつて成人の日に開催されていた時期は総合テレビで NHK 青年の主張全国コンクール NHK 青春メッセージを放送していた関係で教育テレビで放送していた。また決勝戦はラジオ第一放送でも放送される。 また、J スポーツでは全試合放送を行っている。2004年度の2回戦、トヨタ自動車早稲田大学は当初、NHK 総合テレビで生中継を行う予定になっていたが、決勝戦開催前に NHK 側の都合で深夜の録画中継に変更された。これは当時 NHK が特集番組改編をめぐる政治介入問題で朝日新聞と対立しており、 新判のジャージの胸部分にある朝日新聞の表記が理由で生中継を録画に変更したものとみられるが、この変更に対し NHK に900件もの抗議が殺到。生中継を楽しみにしていたファンが秩父の身やラグビー場に足を運んだりするなどの混乱が生じた。結局、2点3点の末、2回戦当日は深夜の録画中継から再び生中継に戻し、 当初の予定通り生中継された。ただし、その日の新聞長官のテレビ欄では深夜のままだった。なお、NHK には放送当日までに4043件もの意見が寄せられた。2009年度の決勝、トヨタ自動車三洋電気戦は当初、NHK 総合テレビで生中継を行う予定になっていたが、前日発生した地理地震により打つ波警報。 津波警報が発表されたため同時間帯に教育テレビで放送された。1969年度の第7回日本選手権では全国社会人大会優勝の近鉄、準優勝のトヨタ自動車工業、3位の三菱自動車工業京都が出場を辞退し、同率3位の富士鉄釜石が社会人代表として日本選手権に出場した。このシーズンは 当初から台湾国で行われる第2回アジア選手権の日程が1月10日から18日までとなっており、日本選手権の日程をどうするのかが焦点であった。第22回全国社会人ラグビー大会は、それまで通常1月2日から1月8日まで行われていたが、このシーズンに限り上期アジア選手権があるため12月29日から1月4日に変更して行われた。 また当該シーズンの第6回全国大学ラグビー選手権は1月1日から1月5日まで行われた。しかしこの重要な日本選手権の日程はアジア選手権と重複したままであった。当時日本代表に多数の選手を輩出していた関西社会人 A リーグの各チームは日本選手権の日程順延を主張していたが社会人大会が 目前に迫っても一向にこの問題に日本協会が取り組む姿勢は見えなかった。12月28日、号を煮やした関西社会人 A リーグの加盟チームは全7チームの監督名で日本協会に対し日本選手権の日程変更を申請した。当時日本選手権をアジア選手権終了後の1月25日に変更する案も考えられたが、 大学生の試験と重なり難しかった。多くのファンや関係者が心配するにもかかわらず、日本協会から何の日程変更もなく、社会人大会が始まり、大学選手権も始まってしまった。楽観的には、なんだかんだ言っても社会人大会優勝チームが代表選手に切れ、日本選手権に参加するであろうという見方もあった。しかし、1月4日に、 社会人大会で優勝した近鉄は、関西社会人 A リーグの総意で決めたことなので、近鉄としては、今も棄権する気持ちは変わらないと表明した。慌てた日本協会は、翌日一月五日の大学選手権決勝後に、緊急理事会を開くことにした。そして準優勝のトヨタ事項にも3位の三菱事項京都にも日本選手権への出場を、打診したが共に辞退されたので、 同率3位の富士鉄釜石に出場依頼することを決め、日本協会の横山道夫会長が富士製鉄本社に出場を依頼した。富士鉄釜石チームはすでに1月2日の社会人、準決勝で敗れて、選手、関係者は各自帰郷死休暇に入っていた。突然、守口淳介監督に富士製鉄本社から出場の打診がなされたが、とても出場できる。 チーム状況ではなかった。しかし、日本最高峰の試合であること、また、先輩格である、八幡製鉄の幹部からも強い要請があり、出場を決意した。しかし選手たちは急遽、休暇先から、雪の釜石に集められ1月8日から練習を、再開し、わずか1週間で、日本選手権に出場した。各自の用軍も練習開始に間に合わない者も,もいた。 そのような練習不足やモチベーション不足もあり、日本体育大学に敗れた。また、大学の方も、大学選手権決勝で、早稲田大学を僅差で破り優勝した、日本体育大学が、日本選手権に出場したが、上記のような混乱で、どこが対戦相手になるのかわからず、また相手の戦力分析も十分でない状態で、日本選手権に出場することになった。結果は、 富士鉄釜石を破って日本選手権で優勝を飾った。しかし富士鉄釜石は過去に社会人での優勝経験もなくこのシーズンも社会人3位であり本当の意味での社会人ナンバーワンを破ったわけではないという陰口も聞かれた。このように第7回日本選手権は各チーム関係者に様々な波紋を残した。当時は1月15日は 日本選手権が高齢化していたにもかかわらず、アジアラグビー協会の事務局を日本協会が受け持ち、アジア協会でかなりの発言権があったはずの日本協会がアジア選手権の日程を変えられなかったのか、あるいは日本選手権の日程を大学生の試験後の2月に変更できなかったのか、非常に疑問が残る大会であった。なお、第2回アジア選手権は、 関西社会人 A リーグから13名の選手が選ばれた日本代表が2連覇を飾った。2008年度の第46回大会ではトップリーグプレイオフトーナメントマイクロソフトカップにおいて決勝進出を果たしていた東芝が日本選手権大会のシード権を得て準決勝からの登場となるはずであった。しかし同社内によるドーピング検査でクリスチャン・ロアマヌ選手が 大麻陽性反応となり、チームはマイクロソフトカップ決勝は出場するものの、日本選手権は辞退するとの旨を日本協会へ提出し、その報告が認められる形で、東芝の出場辞退が決定した。準決勝で対戦予定であったサントリーは、不戦勝で決勝戦コ駒を進めた。ちなみに、代替試合として当日に行われた。 小学生タグラグビーサントリーカップの優勝チームである笹栗町立北勢門小学校とサントリーによるタグラグビーエキシビションマッチが七分宮ラグビー場にて無料開放で開催された。ありがとうございます。